あの堂島の竜がこのリングに帰ってきました。親殺しと言われた10年、その屈辱を乗り越え、この町の危機を救い出した伝説の男、前年度地下闘技場メイン王者、桐生カズマ。対するは、このトーナメントで今一番旬な男、勢いに乗るブラジルの超新星、ロブソン・カエタノ・ダ・シューバー。さあ、1年という時を経て戻ってきたチャンピオン、戦いの女神はどちらに微笑むのでしょうか。今、ゴングです。やるな。